下鉄を人類を破滅に導く研究なら直ちに中止しなさい。そんな倉田がお手軽夏バテ防止レシピを披露。涙が出るほど美味しいですよ。期待しててください。はい。対するは平成ライダーシリーズの立役者、仮面ライダーブレードで主演、椿隆之。貴様か、貴様がみんなを変身。あんあん、よりも不思議な料理とは一体。しかしこの椿を番組史上最大の悲劇が襲う。なんか終始あの椿君が苦笑いのような気がするんですけど、なんか何か鍋の中大パニックみたいな。大丈夫、大丈夫ですよ。作りが上がっているの香ばしいのね。果たして椿はこの危機を乗り越えられるのか。今回は元気の出るスープ料理をテーマに、プライドをかけた真剣バトル。今のライダーは楽ですね。羨ましい。これはライダーさんでマシ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 。仮面ライダー同士のプライドもバトルをさらに熱くする。ちょっと動揺しちゃいますね。おいしい、おいしいぞ。ちょっと子供じゃないんですか。おいしい、うまい、おいしい。果たして仮面ライダー対決を制するのはどっちだ。87年、8000人の中から選ばれたシンデレラボーイは仮面ライダーブラックで鮮烈デビュー。2年間悪者たちと戦った倉田選手、最近では渡る世間の鬼たちとも格闘中です。2004年、仮面ライダーブライドで鮮烈デビュー、平成ライダーシリーズの立役者、椿隆之。仮面ライダーブレードの主役に抜擢。他にも映画GOに出演するなど成長著しい、とってもフレッシュな若手俳優です。調理スタート。こちら倉田選手の食材紹介をいたします。まず大量の油揚げがあります。そして生のたらこ、ゆで卵、かんぴょうなどもあります。対する椿選手の食材もご紹介します。まず春巻きの皮、そして餃子の皮もあります。キムチ、豚肉なども並んでいます。はい、ということで今回は元気の出るスープ料理ということですが、はい、お二人ともどんなスープができるんでしょうか。そうですね、なんか材料だけ見ているとなんかこう、はい、ちょっとなんかおとなしめで、うん、なんかあのなんていうかがっつりした感じではない雰囲気ですよね。そうですよね、うん、今回のテーマは元気の出るスープ料理。